進展はどうだ、ラヒーダ。操作が必要な部分は全て終わったわ。こうしてアーカー社を操作するのは初めてだけど、アーカー社内部の構造と操作プロセスは、私にとってとても理解しやすいものになっていたわ。マハーリッカ・デバータの設計は実に巧妙ね。それと、これをあなたに。ん？これ、ここに浮かんでる小さいのって、なんだ？私がさっき時間を割いて作ったの。アップグレード版のアーカー社端末だと思ってちょうだい。今はまだ使わないかもしれないけど、特定の状況下ではきっと役に立つはずよ。ちょっと待った！これ、オイラとキャラが被ってるぞ！見た目からして浮いてるし、小さいし！オイラの特徴が奪われた感じだ。これから先、旅人のそばにいてもみんなオイラのことは覚えてくれない。オイラはもう唯一無二の存在じゃなくなったんだ。大丈夫よ。あなたにとって変わることなんてできないわ、パイモン。これはただの飛んでいる道具だけど、あなたは旅人のかけがえのない友達じゃない。ナヒーだって慰めるのが上手なんだな。旅人もナヒーだくらい頭が良かったらな。あら、私は私の思う事実を言っているだけよ。別にあなたを慰めてはいないわ。ナヒーだ、お前は人を慰める天才だったんだな。オイラそれを聞いてもっと嬉しくなったぞ。それと、他にも一つ認めないといけないことがあるの。今の私は、自身の神としての体を使って動いているけれど、戦闘面では、やはり心もとないわ。あなたたちも聞いたことあるかもしれないけど、神は、民の信仰から力を得る。でも私は、マハールッカ・デバータのように、人々に慕われているわけじゃない。だから、やむを得ず戦闘になった場合は、あなたに頼むかもしれないわ。もちろん私も、全力であなたのサポートをするから。すごく頼りになるのね。おお、知恵の神が戦闘に不向きって、聞くと確かに納得だな。すでに偽りの神の居場所を突き止めたわ。何はさておき、早く出発しましょう。